はい、まだ在廊していないね、今日初日なんですけれども、まだ在廊していない作家さんの紹介をこの動画ではさせていただいております。新年明けましておめでとうございます。この展覧会は、広島のですね、福屋広島駅前店という、JR の広島駅のですね、すぐ目の前にある、福屋駅広島駅前店の8階斎場で行われている展覧会ですね。この動画では、在廊まだ、今後、数日後に在廊されるんですけれども、初日の時点ではいらっしゃらない、原田じゃなくてごめんなさい、山中愛さんですね。もう愛がいっぱいなので愛さんっていう名前の作家さんがすごく多いんですけれども、山中愛さんの作品を少し紹介しますね。こういったね、そのこうリアルなね、こう立体の動物の姿をキャンバスに絵を描いているという、ちょっと立体キャンバスに絵を描いたみたいな、ちょっと変わったコンセプトのね、現代的なコンセプトの作家さんで、なんかもう型がないというか、もう本当自由に気ままに描いていますみたいな形なんですよね。もう本当に独自の世界ですよね。もうこの人以外作れないような、これどうしたんでしょうねっていう、このなんか猫から花が生えていて鶴の模様もあるという形ですよね。こちらもね、猫にこうキラキラした模様があったりしますね。こちらもですね、でこういうちょっと備品もね、こう座布団だったりとか、こちらは葉っぱだったりとか、いろいろこうそういうものも含めて楽しめる展覧会になっています。はい、立体のね、造形作家、動物の造形作家の山中愛さんの紹介でした。